絵本を原作としたアニメながら最新の 3DCG 技術を活用した短編アニメーション青い羽見つけた公式インタビューです。宣伝太田が MC を務めます。今日は、ディレクターズカット版公開直前のスペシャルインタビューとしまして青い羽見つけたの制作現場であるスタジオノーボへお邪魔しています。そして本日はゲストもお呼びしております。監督の宇田さん、そして鳥ディレクションの近藤さんです。お二方自己紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回、青い羽見つけたで監督とあとはプロデューサーを担当しました宇田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今回アニメーションの方で特に鳥に関わるコンピューターグラフィックスと、まあ、鳥のディレクションということで担当させていただきました近藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、お二方今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは早速ですね、質問の方に入っていきたいと思います。まず本作はどういった経緯で生まれた作品でしょうか。宇田監督教えてください。はい、もともとアニメーションの前に絵本の、制作を行っておりましたと。その絵本を制作した経緯としては、今回アニメの方でも制作参加いただいたパイインターナショナルさんっていう会社さんがあるんですけども、そちらの担当の方と何か絵本を作れればいいねっていう話をしてたところで、ちょうど知り合いのクリエイターが鳥にまつわる本を作りたいと。でその子自体が非常に鳥が大好きだっていうこともあって、それはなんか企画として面白いねっていうことになって、絵本をもともと制作いたしましたと。で、絵本を作った流れ、私自身がやっぱアニメの制作のプロデューサーということもありまして、アニメ化したいなと思った時に、エピックゲームさんという、CG の技術とかを開発されている、会社さんの、メガグランツという、資金提供プログラムに応募して採択されたという経緯もあったので、エピックゲームさんの資金を一部いただいてアニメーション制作をするという流れになりました。はい、ありがとうございます。はい、では、続いて第2つ目の質問に移りたいと思います。本作のぜひここを見てほしいというポイントをお二方から、理由とともに教えてください。はい、もともと絵本原作ということもあるので、まさに絵本の世界観のままアニメーションとして動くというところをまずは注目してほしいなと思います。我々制作現場としては非常に先ほど申し上げたアンリアルエンジンだったりとか結構技術的なこだわりを多く入れたところも多いんですけども、ただやっぱり見ていただく方にはシンプルに絵本がそのまま動くという楽しさだったりとか、あとは鳥が多く出てくるというところも含めて子どもから大人まで楽しんでもらえる作品にしているので、ぜひそういうところを注目して見てもらえればなというふうに思います。はい、私の方も鳥の方のアニメーションは結構こだわりまして、仕事で割と科学館とかの映像を作ることが多かったんで、恐竜とかはよく作ったんですね。で、恐竜の骨格の動き、動きとかっていうのと、あと鳥ってよく恐竜のなんか生き残りって言われてるぐらい、近いものがあって、そういう動きの観察みたいなことからよくやるんですけれども、あと鳥によって例えばぴょんぴょん跳ねる鳥とか、あとテケテケ歩く鳥とかっていうのがあって、なんでどういう風になってるんだろうとか、そういうのも結構こだわったり、あとは鳥って目が横についてるから、物を見るときにこうじっと見ないで首をかしげてみたりとか、そういうなんかこう鳥の動きをアニメーターの人たちも体感してもらって、でこのアニメーションを見た人が、あ、この鳥知ってるっていう風に、逆にこのアニメーションを見て、あ、この鳥ってうちにも来る鳥だよねとか、あの時山で見た鳥だよねっていう風に、このアニメーションの中で鳥を発見してもらえたらすごく嬉しいなと思って作りました。はい、ありがとうございます。はい、それでは次の質問に参ります。1話から6話を再編集したディレクターズカット版がこれから出ますけれども、そちらの見どころを教えていただけますでしょうか。もともとは1話3分か4分の全6話で制作したものを、今回全てつなげたディレクターズカット版として発表を予定行っておりますと。で、もちろんもともと1話についてテーマを1つずつ設けながら
作っておりますので、まあ、一話一話の楽しさもありつつなんですけども、まあ、まさにちょっと一連で見ていただくことで、やはりこうあのいろいろな鳥がいるっていうことの、楽しさっていいますか、気づきだったりとか、まあ、あとはあの結構流れで見てもらうことでいろいろとよりあの違った楽しみ方もできるかなと思いますので、まあ、もちろん一話一話を見てほしいんですけども、あのディレクターズカットを見ていただいてよりこの世界観に入ってもらう形の、作り方にしてるかなと思いますので、ぜひそういうところをちょっと楽しみに見てもらえればなと思います。はい、あ、私もあの、今回つながったやつ初めて見て、はい、あの私も今まで鳥のことばっか考えたんですけども、やつながってやっとあストーリーを楽しめたっていうか、あので宇田さんがあのメーテルリンクの青い鳥好きだっておっしゃってたじゃないですか。 あれ私も好きで、はいはいはい、ああいうなんかこう子どもの冒険 で、ねでね、発見みたいなのがちゃんとテーマになってるなって、はい、あの、はい、ディレクター使ったのを思いました。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、最後に、これからアニメをご覧になる視聴者の皆さんに、お二人からメッセージを、お願いいたします。はい、まあ、この作品自体は、まあ、鳥をテーマにしているというところもありますので、で、まあ、今回主人公あの兄弟の二人がいるんですけども、その兄弟の視点から見て、まあ、いろんな鳥と、出会う物語として、書いてますと。ただ、まあ、これはあのもちろんアニメであるのでフィクションな部分もあるんですけど、ただまあ実際あの出てくる鳥はあの身近にいる鳥を題材にしてますので、あのまたこれからですね、世の中的にあのいろいろ出かけられるあのタイミングになりましたら、ぜひあの見ていただいた方があの外出してあの鳥を探してもらえるような、あのそんなちょっとこの作品を見たから鳥を探してみようとか、その作品をきっかけに、の身近に鳥がいることにより気づけたっていうような作品にしていければなと思いますので、ぜひこの作品を見て次 の、 あの新たな楽しみを見つけてもらえる形になればいいかなと思っております。はい、はい、そうですね、同じですね。あの公園とかあと庭に飛んできたりとか、あとはよくすごいうるさいけどギャーギャー言ってる鳥は意外に綺麗な鳥だったとかそういうふうになんかこうちょっと鳥を意識して観察するっていうのは楽しいことなんだなっていうのも、うん、あの触れていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。はい、宇田監督、そして鳥ディレクション近藤さん、ありがとうございました。はい、ディレクターズカット版は、6月21日月曜日正午より D アニメ他にて配信開始となります。皆様ぜひ楽しみにしていてください。はい、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。